とりあえずゴッツだね。やばい、この時間にゴッツはやばい。だいぶごっついね。いやー、かなりごっつい感じですよ。この3時にゴッツを吹く、かなりごっつい感じですね。まあ、あの、この、まあ、昨日はですね、朝5時か4時半ぐらいにすき家食いましたけど、まさか今日は朝、まあ、3時ぐらいにゴッツを食うとは思わなかったです。マジで超気持ち悪い。いや、気持ち悪いな。ちょっと閉まったな、これ。調子こいてゴッツを選んでしまいました。まあちょっとね、知らないんですよね、この時間帯空いてるラーメン屋さんが。前その100時間ライブやった時だったかな、まあ、ケンちゃんっていう子がいるんですけれども、ケンちゃんと一緒にここに来たことがあって、朝4時か5時までやってるっていうのは1回来たことあるんであれなんですけど、いや、この時間にゴッツはね、やばい、危険だな。あー、ちょっと胃が痛い、もう半端じゃねえ、マジで。いや、本気半端じゃない。3時過ぎにゴッツはね、危険ですね、危険です。寝よ、今日は寝る。今日だいぶ疲れたな、まあ、昨日布団で寝てないんで今日は布団で寝よう。え、あんまこれ調子悪いんすよね、マジで。かかりが悪い。よかった、とりあえずついてよかったですね。とりあえずついてよかった。つかねえかと思った。今日は感無量だな。今日の朝は朝一はあれですからね、辰巳サービスエリアからスタートでしたからね。辰巳サービスエリアからのスタートですよ。車は調子いいっすね。車は調子いいけど胃がやばいことになってます。とりあえずやばいですね。胃がパラダイスですね。いや、ほんとやばいぞこれ。いや、マジで今びっくりしてるね。胃がこんなやつだわ、死ぬな。いや、ちょっとね、胃がびっくりしてますよ、さすがに。朝3時、今何分 ?3 時半か。3時半ですよ、もう。今日はですね、ちょっともう疲れたんで、温泉行こうかなと思ったんですけれども、車が、エンジンが調子良かったんで、そのまま首都高を走っちゃいましたね、ドライブ。ドライブしちゃいました。ドライブしすぎた。ドライブしすぎましたね。
たいですね。このまま寝たい。秋葉のドンキホーテって今この時間やってるんですかね。どうなんだろう、秋葉のドンキホーテ。今3時半です。3時半ドンキホーテやってんのかな、秋葉の。まあ、せっかくなんでこう寄ってっちゃいます、秋葉のドンキホーテ。なんか買うもんあったんですよね。靴下だ。靴下がないんですよね。あとあれだ、洗剤系がないんだ。ちょっと秋葉のドンキホーテちょっと見てみましょうか。やってんのかな。3時半、秋葉のドンキ。どん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 ドンキドンキホーテってやってんのかな。やってるのかな。あ、一応なんか電気ついてますね。一応なんか電気ついてる感じですね。どうなんだ。あ、ちょっと微妙かなこれ。微妙ですね。あ、閉まってるかな。微妙。微妙だな。どうなんだろう。ちょっとわからん。ちょっと分かりませんね、やってんのか。ちょっと回ってみましょうか。ちょでも5時ぐらいまでやっててもおかしくないですよね、ドンキホーテの。3時半はでも静かですね。いいですね、静かって。って駐車場あんのかな。だそもそもやってなかったら微妙ですもんね。やってなかったらもうあれですからね、そもそも論として、そもそも論としてやってんのかって話ですよね。行ってみます。ちょっと覗いてきます。